東京競馬第9競走新緑賞3歳1勝クラス芝の 2300m8 頭で争われます正面スタンド前からのスタートです 枠入りは順調8番のフロムナウオン最後に向かいますゆっくりと8番ゲート誘導を受けて今場対応を収めます係員離れて体制完了スタートしましたちょっとバラっとしたスタート6番のローレルキャニオン後方3番のマイネルカンパーナが最後方さあスーッと8番フロムナウオンが先頭に立ちますリードに2バシン取ってゴールバ前を通過 二番手、四番、サンライズピース外並ぶ五番の西野プロポーズ。その後ろは一番審査外から七番、ペリプルスが行って、間二番のサスツルに、最内から一番。シーズ・オブ・ホープ。あとは離れて五番審査、六番ローレル・キャニオン、最高峰、二番審、三番マイネル・カンパーナ。各場にコーナーのカーブに入っています。花に立ったのは八番フロム・ナウオン。リードを二番手にとって、二コーナーを回ります。二番手は外からスーッと五番の西野プロポーズが上がって、そのうちに。 半差4番サンライズ・ピースが3番手向正面ですその外に半馬身接近する7番のペリプルス半馬身4分の3内から2番のサス・ツルギが追走ちょうど5番手その後ろ1馬身差1番のシーズオブ・ホープあとは5馬身ぐらい離れて6番ローレル・キャニオンが後方2番手最後方追走が1馬身半差3番のマイネル・カンパーナという体型向正面残り1200の標識を通過 逃げる8番のフロムナウオン、リードは1馬身です。2番手に5番西のプロポーズ、1馬身内から4番サンダイズピースが3番手、その並んでいった7番のペリプルス、残り1000メートルを通過。間半馬身32番札スルギー5番手です。それから2馬身1番シーズオブホープ後方3番手、6番ローレルキャニオンがそれに並んでいって最高方3馬身3番マイネルカンパーナ、34コーナー中間を通過。 さあ逃げる8番のフロムナウオン徐々にペースを上げてリードを一馬進2番手は5番の西野プロポーズ3番手は7番のペリプルス600を通過その内から並んでいく2番の ギ3番手に並んで4コーナー岡部直線へ最内には4番のサンダイズピースさあ先頭8番のフロムナウオン4脚を切って3馬身後続を突き放す2番手には5番の西野プロポーズその外から上がってくる2番のサスツルギそしてそのあと4番手に6番のローレルキャニオンで坂を駆け上がる残り200の標識を通過ター1番シーズオブホープさあ先頭は8番のフロムナウオンだが外から2番のサスツルギが並んで捉えるそして外から6番ローレルキャニオンが二番手に上がってくる先頭二番 サッスルギゴールイン2番手6番ローレルキャニオン3番手は内外離れて2頭8番フロムナウオンに外1番のシーズオブホープしかし2番のさっするに断然の人気に応えて鮮やかに差し切りました2番手6番ローレルキャニオン3番手争いは2頭内8番のフロムナウオンと外1番シーズオブホープ 勝ち時計2分20秒6上がり4波論46秒13波論34秒2でした東京競馬第9競争新緑賞3歳1勝クラスの競争2番の笹剣断然の人気に応えましたこれで4戦2勝です 番長はクリストフル・メール騎手今日2つ目の勝ち倉2番手は6番のローレルキャニオン3着4着が写真判定です5着は5番の西のプロポーズ2番6番そして34着は写真5着が5番レース確定までもうしばらくお待ちください